皆さんこんにちは、ワンダルグルービジです。では今回は銀河英雄伝説 4EX 自由惑星同盟軍の続きをやっていきたいと思います。でプレイしているキャラクターはね、シュトレ元帥と出てると思うんですけども、前回お話した通りですね、今回は、ヤンと、そしてもう一人、実際にはね、アスターテ衛星機械戦で、死んでしまったラップ、ヤンから召喚の器とも言われた機体のラップ、実際にはね、少佐で死んでしまったんですが、中将に格上げして、艦隊司令官になっているというイフストーリーで、プレイの方を続けていきたいと思っています。で今回はまずですね、やっぱりイゼルローンの攻略戦でヤンとラップを競わせたいという意図があってですね、イゼルローン攻略戦を行っていきたいと思っています。ではまずティアマト星系の方に艦隊を集結させましょう。ティアマトの方に、シトレとさらにヤン、そしてラップ、この艦隊を集結させていきます。でちなみにですね、艦隊の方をおさらいしておくと、ヤンの方には、なんといってもシェーンコップいますね。陸戦100選挙コマンドも持っているシェーンコップですね。艦隊の編成はご覧の編成になっています。戦艦はヒューベリオンで、一方ラップの方なんですが、ラップの方にはね、リンツが入っている、リンツ、さらにバグダッシュ、あとはコーネフですね。ここもね、本当に期待している艦隊です。で、機関はね、残念ながら標準戦艦という形にはなっています。リンツも選挙コマンド使えるんで、ここはね、ヤンとラップ、この両名にイゼルロン攻略で競ってもらいたいなというふうに思っています。今ティアマトの方には参考艦隊、ここにね、シュトレとヤンとラップが入ってくるというところですね。ヤンをそこに攻略当てるはないよ。まずヤン自体の位置をね、しっかり確認していきたいので、イゼルロン作戦を一旦中止して、ティアマトの方にヤンを持っていくと。これはね、さっきやったんですが、ロボスに横槍を入れられたので直します。パランティア星系の防衛司令官にパエッタが押されているものの、パエッタはね、傷ついているっていうのもあるし、将来的にはやっぱり艦隊司令官に戻ってきてもらいたいっていうのと、さらにホークが意見愚心してきている時点で却下しましょう。ティアマトの方に艦隊が集まりましたね。シュトレももう入ってるよね。入ってます。ではここで改めてイゼルロン攻略戦、参考艦隊、実際には、戦闘に参加するのはヤン、ラップ、この両名です。シュトレは後方で軍艦としてそれらの活躍を確認するというところですかね。ドーリア星系の方にロボスの作戦で6個艦隊集結させる意味あるのかな、ちょっと謎ですけどね。イゼルロンの方にはシトレ、そしてヤン、ラップを出しましょう。でさらにティアマトの方は艦隊の数をね、減らしておきたいと思います、この後。でちなみに今シトレはね、統合作戦本部長ということで、いわゆる軍の本当のトップで、ロボスはというと宇宙艦隊の司令長官で、これを言ってみれば実戦部隊のトップって言った方がいいのかな。なのでどっちの方が上かっていうとちょっと難しいんだと思うんですけど、きっと統合作戦本部長の方が格的には上なんじゃないかなというふうにはね、ちょっと思ってます。で今だと、統合作戦本部長にシトレ、統合作戦本部次長に、グリーンヒルで、宇宙艦隊司令長官にロボスという内容ですね。
さあイゼルローンの方にヤンとラップを送り込んでいきましょう。でシトレ自身はもう動かない、ほぼね。おお、しっかりヤンもラップもちゃんと情報を封鎖をしてくれてるね。情報封鎖は工作で通信妨害をやると、敵から察知されなくなるという内容ですね。いいぞ2人とも。でここでシトレが余計な動きをすると台無しになるので下がりましょう。シトレは待機。おお、シェーンコップがラップじゃなくてシェーンコップだな。ここはシェーンコップが選挙コマンドを発動しましたね。突撃部隊、つまりシェーンコップ第13艦隊ヤンの艦隊ですね。シェーンコップがイゼルローンを占領、ここはリンツじゃなくてやっぱりシェーンコップだったんですね。リンツはどちらかっていうとこの時点だとシェーンコップは上官に当たりますからね。シェーンコップは確かイゼルローン攻略戦の時は大佐、ローゼンリッター連隊隊長で階級は大佐だったはずなので、ここはまあ、ある意味ではリンツがシェーンコップに譲ったという形ですかね。ではシトレの方も戦闘に参加していきましょう。ゼークトを亡き者にしていきます。イゼルローンの防衛司令官に、そしたらあれだな、シェーンコップを任命していきましょうか。これ見るとまだ情報統制したままですね、ラップの方は。でヤンの方はもう艦隊を解放して一気にゼークト艦隊を葬り去ろうとして、いやー、あ、ちなみにですね、ラップを中将に、まあ、編集したときに、功績値もヤンと同じにしてます。そうすると、競ってね、階級が上がるときに、平等になると思うんで、功績値も全く同じ値にしたんですが、まあ、ヤンがここでね、まあ、実際にはシェーンコップがですが、イゼルローンを取ったことによって、ちょっと内容がね大きく変わってくるかなというふうには思います。ゼークトの艦隊もここでヤンが壊滅させようとしてるもんね。さあシトレの方も艦隊戦に入っていきます。まあシトレもねやっぱりヤンに比べると、まあ、一回り能力は下がりますけど、でも同盟軍の中では多分5本の指に確実に入る能力を持ってますからね。ラップの方はご覧のような状態ですね。でヤン艦隊はシェーンコップやってくれたよね、さすがのシェーンコップ。もう一歩、もう一回また見ちゃいますけど、リンツもね、結構好きなんですけどね、リンツ。陸戦97。さすがだな。ちなみに、シェーンコップさっき見てもらった通り、100です。で、ラップの方の艦隊の幕僚たちもね、優秀なんですよね。まず、グエンは攻撃力高いです。さらに、機動も高い。まあ、攻撃96、機動80、空戦84も強いですけどね。あとは、マリノ。さらに情報将校としてバグダッシュ、情報100。このバグダッシュね、結構ニヒルな感じが好きなんですよね。でコーネフ、これはね空戦99、さすがよ。ちょっとここで見る話でもないんですけど、せっかくなんでヤンの方も見ましょう。まず村井順将ですね。村井は運営が96ですごく高いです。で情報も88、まあ、この辺りはねヤンが持ってない能力を完全に補完する立場にあるかなと思います。
でやっぱりヤンといえばアッテンボロですね。まあ、ヤンに比べると一回りも二回りも能力的には劣るんですが、やっぱりどうしてもねヤンの幕僚にアッテンボロは入れたかったです。そしてシェーンコップ、陸戦100、さすがよアラフォーの星で、あとはディッシュで、ポプランは空戦100。今ちょっと怪我しちゃってますかね、この感じだと。空戦50半分になってますから。ではこのままゼークト艦隊を葬り去りましょう。艦載機も出して葬り去る。いやー、ヤンが全部おいしいところ持ってったね、史実通り。お、トゥールのハンマーを制射するのか。なんかちょっと当たりそうな気がするけど、ラップの艦隊にダメージが出るんじゃないか。大丈夫か、ちょっと心配な艦隊の状況を見ましょう。ラップ、あー大丈夫だね。ヤンの方もほぼ無傷ですね。シトレも無傷。いやー完勝ですね、完勝。完全なる勝利と言っていいね。で、アスターテ。アスターテにむちゃくちゃ艦隊いるね、これ見ると。ミュッケンベルガー、シュターデン、アイゼナッハ、ホーゲル、レン、うわ、すごい数の艦隊がいる。バンフリートは？バンフリートはあまりいない。アルレサイムもいない。いやー、アスターテに敵の艦隊が集結してるんだったら、イゼルローンで敵の艦隊を迎え撃つというのが定石な気がするな。パランティアの方には参考艦隊。いや参考艦隊だとさ、ちょっと話にならないんじゃないかな。そうするとまず軍事作戦でティアマトの方は全軍撤退にして、代わりに軍事作戦でダゴンの方に5号艦隊投入しましょう。で艦隊出撃でそこに艦隊を送り込みます。ダゴンの方の作戦中止、まあ、これは OK かな。ドーリアの方は全軍撤退はダメだ、今は。代わりにだ、軍事作戦でダゴンの方に5個艦隊でしょ。ドーリアの方にも今艦隊が4個入ってるので、これはキープだね。でバランティアの方に3個艦隊なんで、これ数をちょっと増やさないと危ない。イゼルローンの、防衛司令官がパエッタ、これは却下だよ。何を言い出すんだ。そうだね、防衛司令官は早めにシェーンコップに任せた方がいいね。そういう意味で言うと、まずヤン艦隊の、今出撃中だからシェーンコップを外せないんだな。これはちょっと痛いな。艦隊出撃でダーゴンの方にビュコク、ムーア、モロディを出撃させましょう。エルゴンには今誰がいるの？4艦隊が入ってるんだね。イゼルローン、いやイゼルローンパエッタ、一旦パエッタ入れておく、いないよりはマシという意味では。いやダメだな。
いや、アスターテに入っている敵の艦隊、1、2、3、4、5、6個艦隊入ってるけど、彼らはどうするつもりなんだ？ちょっと敵情視察はしたいな。いや、むちゃくちゃな数艦隊入ってるもんね。6個艦隊投入してきてるわけでしょ。イゼルローンの艦隊にビューコックを入れる。ちょっと待ってね。イゼルローンに敵艦隊がやってきている。大丈夫なのかこれ。イゼルローンの戦いは我が軍勝利という話だけど、敵の艦隊ヤンラップでアムリッツァに引いたでいいのかな、敵の艦隊は。それともバンフリートなの。わあ、すごい気になる。艦隊出撃したいよ。イゼルローンにシトレを送りたい。さ、イゼルローンの攻防戦ですね。続き、イゼルローンの戦いは勝利に終わっていますという話ですね。ちょっとイゼルローンの艦隊の状況を確認しましょう。ヤン、だいぶ減ってるね。ラップもちょっと減ってる。心配な感じかな。では確認していきましょう。で、一旦、イゼルローン攻略終わっているので、ちょっとその他の状況を確認していきましょう。まず、艦隊出撃のところで言うと、ヤン、これを解除して一旦戻ってもらおう、ハイネゼンに。で、シトレがこのままイゼルローンを守りますと。で、一方、軍事作戦としてはアスターテの方に3個艦隊、で、アスターテには今ドーリア政権に入っているウラン・フチュン・ロボス3個艦隊を出しましょう。艦隊出撃でアスターテの方にウラン・フチュン・ロボス3個艦隊を出します。イゼルローンの駐留艦隊にムーアか。これはちょっとないよな。ドーリア政権の方にシトレ、グブルスリー、ビュコック、いやー、これはない。今イゼルローンを空にするなんてありえないからな。軍事作戦でイゼルローンには艦隊をちゃんと出そう。シトレ、ムーアはね、このまま一旦駐留艦隊を一時的に預かってもらうので、それはそれでよしとしましょう。で、バンフリートの方に3個艦隊を出します。で、代わりにドーリア政権全軍撤退で艦隊出撃をさせていきます。あとはそうだな、もうこの流れでアウルレスアイムにも艦隊を送りましょう。3個艦隊を送っていきます。で、イゼルローンの方にはシトレが戻ります。で、軍事作戦の方は艦隊出撃でアルレスアイムの方に今パランティアに入っている艦隊、味方艦隊ルフェーブル、
アルサレム・ルクランジュですね、を送っておきましょう。いや、みんな平等に本当に功績を稼いでるんじゃないかな。横一線ですよね。だからで、アスターテに入ったウラン・フチュン・ロボス、彼らをバンフリートに送っていきます。ウラン・フチュン、そしてロボス。さあ、アルレッサ M 星系の攻略戦です。で、バンフリートですね。続いてバンフリートも取って、これでイゼルローンより同盟側の領は全て、確保が済んだというところですね。で、ちなみにヤン・ラップは今ハイネ戦に向けて、期間中という感じですかね。では、バーンフリートから全軍撤退、アルレス・アイムからも全軍撤退させていきましょう。いやー、順調に進んでるから本当に楽しくてしょうがないですね。ここはパランティアからも全軍撤退。で、イゼルローンにキャゼルヌか。いや、イゼルローンはやっぱりシェーンコップに任せたいんだ。ただシェーンコップが少々に上がってくれるかどうかだよね。大佐から順勝だとダメなんだよね、きっと。どうなんだろう。イゼルローンのところに防衛司令官を誰か任命しなきゃいけないと思うんですが、それが誰に担当させることができるかですね。おお、アッテンボローが順調に昇進。さすがだな。ポプランも大尉に昇進ですね。おお、2人だけか。いやー、残念。こうなるとイゼルローンのね、防衛司令官が、まあ、残念ながらシェーンコップにできないんじゃないかなという感じがちょっとします。で、あとは軍事作戦でイゼルローンの方なんですが、3個艦隊入ってるけど、これさ、しっかり艦隊シトレン入れとこ、危ないからね。で、あとは艦隊の幕僚ですね。ヤン艦隊から一度シェーンコップを外してみてどうなるかだな。解任して、で、人事で防衛司令官イゼルローン。あー、やっぱり無理だね。イゼルローンに入れられないとなると、一旦キャゼルヌを入れておこう。で、シェーンコップは前線でね、しっかり働いてもらって少将になって、その上でイゼルローンのね、要塞防衛司令官の任務についてもらいたいというふうに思います。では今回はちょっとキリがいいので、イゼルローンの攻防戦が終わったと、まあ、攻略が終わったって言った方がいいですかね、いうところで一旦終わりにしてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。